はい、戸隠育ちのワインです。本日ですけれどもですね、育苗ハウスからちょっと状況を、まあ、動画にしてみようかなと思いまして、撮影していきたいと思います。まずもう一番最初にですねお届けしたいのがついにですね、白ナス、こちらちっちゃいですけども、発芽してくれました。白ナスの、まあ、とろり馬ナスという品種の、ものですけれども、15粒、まあ、種まきしてやっと1つね出たというところです。まあやっと出てきて、ね、10日ちょっとかな経ちまして、出てくれました。一応これね、まあ、地温計、まあ、指しているのと、これはあの農田園芸サーモ、まあ、サーモの温度計というかねなっております。最低20度、いかない場合はですね加温してくれるという、この下のマットがですねあったかくなります。今はまあ28度ぐらいですかね。ですので、まあ、まだヒーターは入っていないという状況になっております。ね、この白ナスだけはちょっと、見た目がですねなんかお菓子っぽいじゃないですけど、特集でして、まあ、白ナスのところはですね、白いのはこれ、稲ニカで、黒い粒がですねちょびちょびとチョコチップのような、見た目してますけれども、これがですねあのアズミンという不織布資材のものを入れてあります。駆動が 3% で半分ほどが、不織布の、もので、全体のこのまあ一畝という一つの土の中に、まあ、1% 程度入れればですね、まあ、育苗についても、いいよという書いてあるものですけれども、まあ、ちょろパラパラとねやってみたものが、今入っているという感じですね。でここ以外のものについては梅土に混ぜて、まあ、いろんな苗を作っている、状況になっています。ここだけ、まあ、表層施肥というか、表面にだけ使っているような感じですね。見た目ってすごい分かりやすくなってますけど、一株一応まあ芽がね出てきてくれましたので、他もまあ揃ってくるはずなんですけれども、どうでしょうか。怖いですね。出てくれるかどうかと。まあね揃ってくれれば一番いいですけれども、で芽がですねもちろんこれ出てきましたので、ナスの苗になりますので、温度管理がですねちょっと大変というか、しっかりと管理していかないといけなくなります。まあもちろんナスは基本的には暑いのが好きだという印象ですね多いかと思います。で暑いのは結構大丈夫なんですけれども、当然暑すぎてしまうとまあへたってしまうというか、まあ、疲れちゃったりするので、まあ換気をしてあげたりとか、日中はですね暑い時はそういうことをしたり、逆に寒い日もあるので、そこはそこでまたやってあげないといけない。で特にこういった小さい時に低温に当たると、まあ、苗作りうまくいかないっていうのがですね、いろんな話でも聞いているし、実際自分もね失敗したり、してきているところなので、まあ寒さ対策暑さ対策これが必要になってきます。一応パオパオを二重に、かけてやるんですけれども、結構寒くはなっちゃうので、その間ですねこの下のマットは20度程度になってくれて、だいたいどれだけ寒くてもここは15度は保てるぐらいには前はなっていたんですが、まああとですね日に日にまあ暖かくはなっていくので、なんとかっていうところですけれども、まあ、それでも不安だという場合のためにですねちょっとこれ出してきたんですけど、これですねこのストーブ、はい、まあもう何年も3年前ぐらいから出してるか、ダンタロウというですねハウスヒーターになります。これはですねあの灯油で、使えるもので、下にね灯油タンクあって、ここから給油で、まあちょっとほぼ降るよりちょっと足りないぐらいですけど、あります。はい、で、押すと点火、上げると消火というね感じも本当に簡易的です。なんか反射型のストーブみたいな、これでねストッパー開けるとよし、一応ここに返しんっていうのがあるんですけど、
あ、出ましたね、芯がすごい見えづらい。一応ここに火をつければ、ここを使ってね灯油が上に上がってくれるはず。非常に硬い、なんだ。はい、戻りました。いやー、まあちょっと長年使ってるからな、まあちょっと戻れないんで、まあいいや。あまりに寒い時ですね。ちょっと今日の朝がだいぶ寒くて、霜がだいぶ降りましたけど、たまにそういう日もあるので、これをつけることによって、まあ、ここから熱気が出てくるんですけれども、これがですねハウスとかに当たってこう空気が循環されて、空気がハウス内の空気が動くようになると、寒気がですねそのままとどまる、寒さ冷たい風がとどまることなくずっと動くので、まあ、霜の原因とならないというか、霜は止まった風とか寒い風ずっと、動かない空気のところで、冷たい気温がずっとそのままだと、霜が降りたり、まあ、凍ったりするわけですので、それを防げるというものですね。暖かくする効果は基本的にはないと言われているものでした。で他にはですね、これブロッコリーなんですけれども、まあ、ちょっとねまばらです。正直端っここういうところですね、うまく出ていないのは、水やりがいですね、まあ、原因だと思います。心当たりはあります。はい、こんな感じですね。ただまあちゃんと出てるところもある。この辺とかはまあまあ見た目綺麗に、ね、なってますね。あ、たまにちょっとね種がおかしくなっちゃうことあるんですけど、種というか芽がねおかしくなる時があります。なんかこういう感じですごい茎かなぐにゃーって出たりたまにありますけど、ほぼいいですね。一応イネニカというですね、これは覆土にイネニカを使用してありますので、まあ、あんまりこの徒長はしていない。結構葉っぱがこうしっかりしたりとか、まあ硬くなるというか、がっちりとした苗作りにねいいと言われているイネニカですので、まあ、そのあたりの効果あるかなと。でここですね、下は、まあ、適当なアサヒビールのですね、まあ、台の上に置いてあるタイプにで育ててる、ブロッコリーです。これも同じなんですけれども、やっぱりこっちのマットでやってる方がちょっと、イネニカの乾きが早いかなと。こちらはまだちょっとイネニカ結構、白くなってない、結構濡れてる状態があります。あとどうですかね、ブロッコリーの成長もちょっと遅めかなと、まあ、ヒーター部分がないので夜間の気温はちょっと抑えられちゃう、低くなるので、まあ、その分の成長が遅くなってるかもなという感じです。あとネギがですね、一応少しずつ芽出てきたんですよね。わかりやすいのがいればいいけど、これ見えますか、ちょびっといるこれですね。まあ見えづらいんですけど、今ちょっとずつ出てきてます。なんかこの辺、これもちょっと緑っぽい、これも一応ネギですね。今ちょっとずつ出てきてくれてます。まあ、あとキャベツとか、レタス出てて、キャベツの種がですねあっちこっちに行って、出てきちゃってますけどね。強いなキャベツと。であとはですね、まあここも同じブロッコリー、ここはですねパオパオすらもかけていないところになっております。先ほどのまでは、電熱というかマットがない状態、下からの温度はなくて、パオパオだけ上だけかけるでしたけど、ここはもう何もない、パオパオもマット下からの熱量もないやつですけども、まあ、芽はでももう出てきてくれてますね。なんかこれが一番、徒長してない感じはします。発芽した時にパワーポーとかがないので、遮光性、太陽の光を、まあ、防ぐものがあんまりなかったので早く葉っぱが展開できたかもしれないですね。でこちらがまあトウモロコシ、これはまあ巻いたばっかりですけど、今年もね美味しいやつ作りたい。はい、まあこんな感じでやってます。ちょっと汚いですけどね、稲にかだいぶこぼれてますけど、まあこれはまた
ここのハウスまたあの畑になりますんで、こぼれた稲荷がまたこの畑にどっちにしろ入るので OK かなと。こんな感じですね。まあ一応発芽してくれました。これめちゃくちゃ実は嬉しいですね。やっぱり発芽が一番何でもしんどいので、他も続々出てきてほしいなというところで今日はですね終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。